岩絡みは、アジサイか岩絡み族の落葉鶴生木本。別名では、雪かずらとも呼ばれる。日本と、朝鮮半島に分布し、日本では、北海道、本州、四国、九州に分布する。山地の岩街や林園に自生する。鶴生の落葉木本で、名前の通り、幹や枝から気根を出して、高木や岩街に付着し、絡みながら灰のり、 高さ10から15メートルくらいになる。山地の道路の裏面を上から這い下がる場合もある。大きな株では、鶴の直径は5センチメートルを超え、樹皮も厚くなる。樹皮は灰色で、太い幹には縦に、裂け目ができるが、樹皮は剥がれない。枝先には、単毛が生え、皮目は少ない。葉には、傭兵があり、枝に耐性し、 形は甲卵形で10センチメートルほどで、歯の先端は尖り、歯煙の巨子はまばらになる。傭兵は長く、褐色の毛が生えている。夏季は5から7月で、小さなややクリーム色の両生花が集まる花樹の、周りに、大きな白色の草食毛が縁取る。草食毛は、花弁状の学片が1枚しかない。果実は、草食毛の学片が1枚ついたまま冬まで枝に。 残っている。糖蛾は、卵形から円筒型で、4から6枚の毛の生えたガリンに覆われる。長蛾のすぐ下には、調整側蛾がある。側蛾は、小枝に90度ずつずれてつく十字体制する。側蛾の下につく羊根は三角形で、イカンタバコンは三個つく。遠目からよく似るツルアジサイは装飾下の学編が4枚で。 岩絡みの方が歯の虚子が荒く、装飾下も目立つ。エペジー体系やクロンキスト体系では、アジサイカに分類されるが、古いエングラー体系では、雪の下科に分類されていた。ありがとうございます。